はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はゲレンデの初代セガサターン版プレイをしていきたいと思います。で、以前、動画の中でですね、ギレンの野望は初代セガサターン版でブライト、まあ、大将を目指すというプレイをしようかなというお話していたと思います。まあ、ブライトは最終階級大佐のまま退役をしたと思うんですけども、それをね、閣下と呼ばれる身分である少将、中将、大将へと導いていこうというプレイを企画していたんですけども、面白いシナリオを見つけたので、今回はですね、そのシナリオネオジョン軍編プレイしていきたいと思います。で、この後オープニング見ていただくんですけども、ネオジョン軍編はですね、ここではなんとシャーではなくキャスバルが率いるという設定になっています。ではまずオープニング見ていきたいと思います。宇宙に住む全ての人々に聞いてもらいたい。私はキャスバル大君、デギンザビによって暗殺され、志半ばで無念の死を遂げたジオン共和国の創始者ジオン大君の息子である。デギンザビの敷いた独裁制により、ジオン公国はザビ家の私物と化した。この大戦もその私利私欲から起こされたものである。私は亡き父の志を継ぎ、この戦いに終止符を打つために今ここに立ち上がった。我ら新しきジオン、ネオジオンはスペースノイドの自立を勝ち取るため、ザビ家独裁政権および地球連邦政府に対し宣戦を布告する。ご立派です、キャスパル総帥。私には父のような崇高な考えはない。ただニュータイプの時代の変革があるのならば見てみたい、それだけのことだ。私はニュータイプ論に惹かれます。そしてニュータイプ論を唱えたあなたの父上にも、あの方が思想家ではなく政治家であったならと悔やまれてなりません。人は万能ではない、私だって思うのだ、野心家かもしれぬと。不安になる。率直です、それが命取りにならぬよう祈りますが、あまりに含みの多い行動というのは人を疑わせます。あなたは私より年上だ、今後ともいろいろ教えてくれ。はい、オープニング見ていただきました。副官っぽい立ち位置にいたのはシャリアブルですかね。ではまず人事から人を見ていきましょう。まずキャスバルですね。ランク B なので、この後まだ A、S とレベル上がっていきますね。あとは副官っぽかったシャリアブル。まあさすがの能力ですね。まあニュータイプです。で、ドレンはニュータイプじゃないですが、まあシャーがね、ファルメルに乗っていた頃の副官ということで、ここにハセ参じたということでしょうか。あとクスコアル。エルメスに乗ってます。ブライト。ブライトはオールドタイプのイメージですが、ホワイトベースの艦長として、キャスバル、ネオジオンに参加ですね。ララーもエルメスです。マリオン・ウェルチ、リックドム。射撃と反応が極めて高いですね。まあ、格闘戦を挑むよりかは支援機とかに乗せて、後ろから攻撃するのが、能力発揮してくれるかなと思います。お、未来さん、ペガサスに乗ってるな。魅力級、式7。まあ、それなりに使えそうですね。で、デニム。カイも参加してるんだ。まあ、射撃、格闘、反応、それなりの数値になってますね。セイラさんが、なんと G3 ガンダムに乗ってます。ジーン・スレンダーは、高機動型ザクですかね。こんなところになります。では早速ですが、情報予算を投入して、さらに研究、これも、ま、最初お金たんまり持ってるみたいなんで、マックス値投入していきましょう。開発ですね。
MS-06 系、まあ、つまりいわゆるザク2系は今さら開発する必要もないかな。 MS-06V ジャンクパーツ利用、これ少し気になりますね。見てみましょうか。シルエット的にザクタンク、そうですね、ザクタンク正式採用となってます。しばらくは宇宙を主戦場とすることになると思うので、このあたりの MSM-0304 ゴッグアッガイだと思いますけども、水陸両用モビルスーツ後回しにしましょう。で MAX-03 これはアンザムになると思いますが、アンザムだけ先に作り始めておきましょう。この後地球で戦うときに生産してうまく利用できればいいかなと思います。潜水艦も開発だけしておきましょうか。必要になった時にね、使えるようにしたいと思います。地球での潜水艦はかなり使えますからね。母艦としても使えますし、輸送船としてもすごく優秀になってます。ではプレイの方始めていきたいと思います。あ、人事でどうだろう、まだ配属されてない人たちがいたら彼らを配属してもよかったかな。マップ見ていきましょう。ここはズムシティですね。ギレンのジオンということになろうかと思いますが、ズムシティ。あ、バオークーもジオンですね。ソロモンは連邦。おう、ソロモンは連邦が持っている。ルナ2は連邦ですね。じゃあ、サイド6、サイド2はというと、このあたりは中立、そしてジオンというところかな。では地球用も確認しておきましょう。アフリカ大陸キリマンジャロはジオン、オデッサ、そしてベルファーストに関しては連邦が抑えています。北京がジオン、トリトン基地が連邦、そしてハワイがジオン、北米大陸ニューヨーク、カリフォルニア、両方ともジオンが抑えてますね。ジャブロはもちろん連邦。となるとキャスバルのネオジオンはグラナダだけしか持ってないのか。まあサイド2まず占領するっていうのと、位置づけ的にはどうなんだろう。先にアーバーオアクーなのかサイド3なのか、この拠点どっち攻撃するかっていうところですね。まあ、生産は高性能機を作っておきましょう。といってもリックドムか。ゲルググが待たれますね。あと母艦ももうちょっと欲しいよな。ザンジバルが作れるかどうか。あ、ザンジバル作れますね。ザンジバル作りましょう。このまま地球に降下するっていうのを前提に。リックドム。で、ドムも作れるようになったら、ドム中心に。そしてゲルググへ徐々にマイグレーションというのを考えます。では部隊出撃させていきましょう。まずはシャア専用リックドーム、これの能力見ましょうか。で運動性が45、かなり高いですね。戦闘消費が60、ビームバズーカー持っていますね。運動性45はかなり高いな。耐久180ですね。通常のリックドームに比べると明らかに耐久も運動性も高い。特に運動性でいうと倍以上の能力持ってますね。エルメスと、まあ、シャア専用リックドームのシャア中心に攻め込みますか。どうなんでしょうね。またこれ僕本見ていないんですけど、いきなりズムシティに攻め込むでいいのかな。で部隊のうち一部、そうだな、スレンダーあたりはこの後サイド2の占領に向かってもらいましょう。残りの部隊でズムシティに攻め込みます。戦いは何も生み出さない、あなたにはそれが分かっているはずです。なのになぜ戦うのですか。私には守らなくてはならない人がいるわ。強いけれど深い悲しみを持った人。分かります、その人を愛しているのですね。私もできる限りお手伝いします。ありがとう。
ここからは軒並みニュータイプ同士の会話が見れるのかもしれないな。楽しみですね。いや、未来、この前話していたフィアンセとは会えたのか？フィアンセって言ったって、カムランのことですね、これは。それに、あの人は戦争を自分とは関係のないもののように思っている。そうか、しかし、人の縁は大事にした方がいい。あ、皆さんご存知の通り、一年戦争の後、ブライトと未来はね、結婚しますよね。不器用だからな。そこで生まれたのが、はい、ハサウェイ。5月に前行のハサウェイがようやく公開されますけどね。そうか、でもズムシティに侵入できるのかというと侵入できないかもしれないな。特別作戦が提案されないとズムシティに侵入できないという可能性は十分にありますね。特別作戦特になさそうだな。侵入できるんだろうか。ちょっと侵入できるかこの後確認していきましょう。調査予算は投入します。研究費も全額フルフルで導入していきましょう。ズムシティに侵入できないとなると特別作戦何か提案されないといけないっていう条件があるのかもしれないですね。あ、入れる。入っていこう。いきなりですがズムシティに侵入します。この侵入が正しいのかどうかよく分かった上での侵入ではないんですが、もう侵入していきます。とりあえずズムシティは初めて侵入するので、僕自身もよく分かっていない部分ありますが、ドカドカドカって踏み込んでいきましょう。なのでこの後いきなりズムシティ攻略戦ということになりそうですね。ドレンのファルメルはアーバーワクー攻略戦に先行して、向かってもらいましょう。補給線つなげておくと移動力がねすごく効率が良くなりますので、この後を見据えてドレンはアーバーワクー方面へと先に向かってもらいます。では局地戦ズムシティ攻略戦始めていきましょう。戦闘シャアが撃破されると戦士扱いでゲームオーバーになると思うので、シャアだけは絶対にやられないようにね、気を配っていきたいと思います。回復拠点の数はあんまり多くはないな。ここにシャリアブル、ここにはキャスバル、 G3 マリオンのリックドムですね。大きいボードがガンキャノンがいると。でここにはララは短期攻めでいいでしょう。同じくスコアルも短期攻めていきます。でここからは未来さんのザク、ペガサス。未来さんのところと合流するっていうので最初はいいのかな。敵が攻めてきたらうまく散らしていきましょう。まあ敵の陣容も分かっていないところありますので、うまく敵の陣容偵察しながら進めていきたいと思います。敵の方ですけどビグロがいたりしてなかなか油断ならない感じになってますね。まあシャアのリックドムがやられるとゲームオーバーになるというのはお話した通りなので、まあ、やられないようにとは思うんですが、まあ、シャアのリックドームは先ほどご覧いただいた通り圧倒的な行動性能を持っているので、ここはまあ恐れずにというかね、そのままグイグイと進んでいっちゃいましょう。マリオンのリックドームかシャリアブルのリックドームか、あるいはブライトさんかをここの拠点だけでも確保しておきたいよな。そしたらマリオンリックドームここ死守してもらいたいと思います。ビグロも誰も乗ってなければあるいは弱かったりするのかもしれないですからね。隊列の組み替えだけはこまめにやってちゃんと
顔あり、パイロットが前に来るようにだけ気をつけておきましょうね。めんどくさくても序盤は特に数が少ないのでちゃんと対応していきましょう。ララーのエルメスがむちゃくちゃ敵引きつけてくれてますね。ブラウブロもニュータイプが乗ってければなんてことはないというところですかね。ぐいぐいと前に進んでいっちゃいましょう。ん？ビグザムらしき影がある。ドーズルがビグザムに乗ってるんだな。このビグザムは要注意だな。あとはビーグロー、リックドムあたりですかね。まあこのブラウブロを撃破しちゃいましょう。まずはきっちり拠点を確保してエネルギーをね補給しながら戦えるっていう、そういう場所を取っていきたいと思います。私には守るべき人がいます。ララーのエルメスもほぼ無傷でブラウグロ倒せそうなので、エネルギーを補給しながら戦える場所さえちゃんと確保できれば、私は、まあ、それこそ無双できると思うので、補給拠点をね確保していきます。私の食材とは父の理想を実現し人類全体をニュータイプにすることだ。シャーのリックドブ、これはちょっと見ましょうか。せっかくなんでリグロ戦ですね。赤いドン、周りを固めるのは攻撃動画だったけど、さすがにビグロ硬いな。シャアのリックドームでも1回では落とせないですね。でも格闘も4回切るんだな。4回切るとそれなりですよね。うお、ビッグドームが食らった。これでどれくらい減るか、場合によってはシャアのリックドーム下げないといけないですからね。うーわ、半分以上減ってるのか。こうなるとちょっとシャアのリックドームは後ろに下げざるを得ないな。なんといっても、マリオンも危ない。いやいやいや、油断ならないね。ニュータイプ部隊とはいえ、マリオンはそもそも最初に能力値見ていただいた通り、格闘性能は低いんで、どちらかというと後方に下がってしっかり敵を引きつ、後方からね、攻撃するっていう形になるのかなとは思うんですけどね。ビグロ、潰しましょう。エルメスのララーは、うわ、結構食らうな。さてさて、困りましたね。私の食材とは、父の理想を。ここは、もうシャアは後ろに下げましょう。やられた。私の家計は人にごく。これでゲームオーバーが。ちょっと作戦練り直してもう一度やり直します、一応ね、シャアがキャスバルが死んだ場合のエンディングも見れるかなと思いますので、それは見ちゃいましょう。キャスバル・レム大君率いるネオジオンは戦いに敗れた。しかし戦いの後、キャスバルの姿はなく、生死の確認さえできなかった。いつの日か歴史の表舞台に立つ赤い彗星の姿を再び見ることはできるのだろうか。はい、では戻ってきました。まあ、さっきの反省点はやっぱりキャスバル、リックドムユだとビグロー、ビグザム相手だと厳しいねというのが分かったので、今回はですね、もうちょっと様子を見ながら戦っていくというのを前提に、キャスバルをあんまり前に出さないよっていうね、そういう戦い方をしていきたいと思います。キャスバルを前に出しすぎるとキャスバルといえどもやられちゃうよというのが分かったので、その分エルメスのララ、ドネクスコ前に出していきたいと思います。まあ、特に敵のビグロとビグザムですね、この辺りをいかに早く潰せるかというのが今後の戦いの鍵を握ると思うので、早めにセーラさん、よろしく頼むぜ。ビグロ
ビグザン倒したいと思います。それでも男ですか、軟弱者。なんだったんだよ、お高く止まりやがって。そんな不良みたいな口の利き方。いつの時点の話なんでしょうね。もうだいぶ時間が経ってそうですけど、知り合ってからカイト、セイラさんも。で、拠点は確保してあるので、まあ惜しまずここはミノフスキ粒子を撒きながら戦っていきたいと思います。答える必要はあるのかしら。別に弱気は禁物でしょ。会話が多くて面白い、楽しいですね。マリオンとシャリアブルも出します。シャリアブルはやっぱりブラウグロとかに乗ってくれるとね、すごく心強くはなってくるかなと思うんですけどね。今回はおとり部隊みたいなものを左側から入れてもよかったかなと思うんですけども、あえて入れずに戦力を集中運用するという戦い方にしています。この先を考えるとモビルスーツは貴重そうなので、一機も失いたくないよっていうね、ところは考えておきたいと思います。ビグロ、ビグザム、ブラウブロ、まあ、どこまで戦えるかだな。ララーのエルメスでもここまで食らうんだな。ダメージを受けたユニットは、常に下げるっていうね、そういう戦い方していきましょう。でキャスバルは後ろの方から攻撃していきます。最前線は、まあ、エルメスに任せていければいいかなというところですね。なのでちょっとずつだけでもエルメスは前に出しておきましょう。感知して索敵して、先々の敵、まあ、特にビグロかな。ビグザムはここにいるのがビグザムだけど、ビグザムはまだ見えていないので、であればビグロ潰しをしておきましょうか。かといって格闘も食らいたくないしな。格闘を食らうと本末転倒ですからね。ビグザム、うん、ビグロ、ビグロは格闘を持っていることを考えると、あえて格闘戦は挑まずに遠距離攻撃できるユニットは遠距離攻撃に徹してもらいたいので。シャリアブルでもここまで食らうのか。いやビグロ侮れないな、まあ、そもそもズムシティ最初に攻撃するが合ってるのかっていうのは、これも見ておいた方が良かったのかもしれないですが、強い強いぞ。キャスバルのリックドームは絶対に撃破されないようにするんですよ。シャリアブルのリックドームはやられるかもしれないな、まあ、いずれにしてもシャリアブルのリックドームやられなかったら下げましょう。エルメスどこまで持ちこたえられる、まあ、攻撃は一応しておきましょう。うん、ここはキャスバルのリックドーム狙ってきたのにな。そして拠点を奪われている。ちょっとよろしくない戦い方してるな。いやー、ララーも危ない、ララーも危ないのか。いやちょっと考えものだなこの戦い。あの拠点を奪われたのに本当に痛い。デニムのキャスバルも残ったけど、残ったけどっていう感じだな。さてさて困りましたね、どうしようかな。まだまだちょっと先は長そうだな。まずはこのビグロ仕留めたいが、キャスバルはともかくデニムはもう絶対仲だな。クスコアルはまだ全然攻撃できるんで、クスコアルのでビグロ攻撃でしょ。さてどうするかな、本当に困ったな。シャアもちょっと危ないので後ろから攻撃だな。貴重なユニットは失いたくないので下がって下がってっていうね攻撃になると思うんですけど、ララララがやられるのはやだよ、早すぎるよララがやられるのは。エネルギー切れ起こしてるしな。
ちょっともう一回やり直しさせてもらっていいですかね。敵を迎え撃つっていうことを前提に、ここの拠点とここの拠点から入りましょう。上と下から、いやでもな、真ん中入ってもいいしな。どうすればいいんだろう。あと一応こっち側からもおとりとして入りますか、ここに誰かを。そんな感じでちょっと戻ってきます。ではちょっと作戦を変えました。おとりとしてここにですねエルメスを一機、クスコアルに頑張ってもらいたいと思います。ここですね、ここの拠点に入ります。でこのエルメスもここで頑張ってもらいます。敵を引きつける、そういう役割をね、になってもらいたいというところですね。ここに入りたいんだけど、ここ入ると敵バッと寄ってくると思うので、ちょっと相手入らずに、行きましょう。どうなるか、敵の動きをちょっと見極めながら次の一手を考えていきましょう。いずれにしても一ターンでこのズムシティを取るのは難しいかなと思うので、まあ、2ターンから下手したら3ターンぐらいかけてじわりじわりと削っていきます。お、来てくれたな。予定通り。これはビグロですね。まあ、ビグロ自体が多分優秀ですね、機体が。間違いなく。なので、ビグロを1機ずつ確実に撃破して、ビグザムを狙っていくっていうね、ちょっとそういう戦い方を考えましょう。さて、ビグロが2か。ビグロ2機相手にしなきゃいけないんだな。まずは1機落としましょう。で、シャアはやられたくないので、まあ、うまくちょっと敵を攪乱していきます。まあ、やられたくないというか、シャアがやられたらそこで終わりですからね。ビグロを仕留めてから前に進んでいきます。で、エルメスでビグザムを倒す。まあ、エルメスはむちゃくちゃエネルギー使う状態なので、まあ、拠点から攻撃できるうちにしっかりエネルギーを、ね、補充しながら戦っていけば攻撃できる回数がその分増えるんで、消極的な戦法にはなりますけども、拠点に入って補給を受けながら戦うというね、エルメスのエネルギーをできるだけ補充しながら戦うという戦術を取っていきます。格闘戦か、まあでもここはビグロだな。ビグロをやっぱり先に仕留めたい。ビグロ VS ホワイトベース。私が危ないよ、危なすぎる。クスコのエルメスがここでやられるわけにはいかない。ブライトも半分削られるのか。さすがだな、ビグロは。ただここで仕留めきれないとちょっと危ないな。このビグロ仕留められる？残り半分。ここはリックドム3だと思うので、クスコさんがビグロから逃げ切れるかどうかだな。クスコのエルメスここで失うと、この先の戦いの展望が一気に怪しくなるんで、エルメスは2機とも生存。これ必須条件にしたいですね、クリアので。まあここも普通の敵が相手であればキャスバルノーダメージで敵倒していけますね。あとはここのビグロ G3 ガダム、ちょい残しか。まあ、ただ次反撃で倒せるし、逃亡した場合も追撃でビグロ一気落とせそうですね。問題はクスコのエルメス、逃げ切りできるかどうか。ここよ、一旦防御で逃げ切れるかどうかとか。残った、ただ次がもうない。逃げ切れなそうだな。まあ、ちょっとエルメスらら一気失うのはもうしょうがないと諦めた方がいいかもしれないですね。いや、キャスバルがやられる。ビグザム本当強い。
ビグザムが量産の暁には連邦などいやキャスバルのネオジオンもあっという間よこれ。ちょっとここからまたやり直します。作戦を練り直して、まあ、まずは初回、ネオジオンにキャスバル立つというところで一旦作戦練り直しタイムに入らせていただきます。